南東町は、かつて三重県渡来郡にあった町、南西地域に含まれる。国道260号が集落を縫って東から西に走り、水産業や林業が主な産業である。奥島の秘境と称されることがある。成立50周年を迎えた2005年10月1日、隣接する南西町との合併によって、南伊勢町が発足し、南東町は廃止された。三重県の中南部、旧伊勢国の南端に位置し、東は旧南西町、北は渡来町、旧大宮町、西は旧紀勢町に接し、南は熊野灘に臨む。町境は紀伊山地や大甲山脈に市脈が脊梁をなして健春で峠やトンネルによって往来する。町の面積の 92% を山が占める。町内の集落間もまた峠越えの坂道でトンネルが多い。その陸路の交通の不便さから昭和40年頃までは陸の孤島と呼ばれていた。海岸線は山が直接海に迫っている断崖絶壁のリアス式海岸で、その延長は約 121km に及んでいる。三方を囲む山は500から 700m と高山ではないが、いずれも南側斜面は険しく海に落ち込んでいる。この地域の裏方の阿蘇浦、田力浦、仁江浦、納屋浦、新前浦、宝座浦、小阿浦など、浦のつく地区は漁村である。また、別水方の大方別水、道行別水、小方別水、栃木別水、棚橋別水、新荘別水など、別水のつく地区は、平家集落で、大江、道方、河内、村山、東宮など何もつかない地区は農村である。また、田力浦、仁江浦、新前浦、新荘別水など難読地名が多い。旧伊勢国に所属していたが、古代から中世末までは、島国に所属し、南島と呼ばれていた。そして南島の当て字に南東と書き、南東と名付けられた。町内を鉄道路線は通っていない。三重県道22号伊勢南東線経由で、伊勢市駅前から道方まで30交通バスで約1時間10分。国道260号で、道方から阿蘇穂まで、町営バスで8分、また、道方から上前穂まで、町営バスで37分、上前穂から棚橋別水まで、町営バスで14分。1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。